こんにちは、うす。今日は7月25日の深夜に放送されたそこ曲がったら、桜坂の話をしていくよ。今回は突き抜けろ、私だけのマニアックなあれこれ、だよ。私の共感されない私のマニアックな趣味ってなんだろう？テレワークになってから喫茶店に行くこと多くなったけど、それかな？それは自分の部屋じゃ集中できないから、必要最低限なものだけ持っててるだけじゃん。テレビをつけたまま、ぼーっとする時間を封じたいだけじゃん。確かにオシャレさんのつもりでやっているんじゃないからお金がかかるのをちょっと気に病んでるよ。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、田村ほののタクシーアプリ。2、森田ひかるの表紙。3、斉藤冬香の会計トレイ。4、バックスメンバー企画のご褒美。5、今回のベストショット。6、気をつけたい今日のハブ水穂の世界。最初は1、田村ほののタクシーアプリ。ね、田村ほのはアプリで近くを走るタクシーの状況を見るのが好きなんだって。テレワークになってタクシーはおろか電車さえ使ってないから、そんなアプリがあるなんて知らなかったよ。 Uber Eats を頼んだら配達者の位置情報を見続けちゃうのに似ているかもね。ちょい違うかな。 Uber Eats を頼むとその時間の主目的が注文を受け取って食べるになっているから、それしかやることがなくなっちゃうんだよね。あんたは、田村ほのがタクシーアプリを見ているような時間は何してるの？最近、ドラクエさんの RTA のライブ映像を見てる。RTA って、リアル、タイム、アタック？あの、ゲームを早時をするという。そうそう、配信者と見ている人がチャットで会話しているのをぼーっと3時間ぐらい見てる。もうちょっと違うことしたら？それでやばい、家にいたら寝るまで見てて1日が終わる、と危機感を感じて、PC だけ持って喫茶店に行くんだ。今、これもマクドナルドで書いてるしね。なるほどね。意識高い人が言う内容と違う使い方だけど、時間をお金で買っている、わけね。コーヒー一杯分なら安いもんなんじゃん。次は2、森田ひかるの表紙。ね。森田ひかるが本の表紙が好きで、お気に入りの本は表紙だけで買うとか、CD で言うジャケ買いってやつだね。ごめんだけど、理屈バカには表紙が好きだから本を買うって感覚がわからない。表紙が本の顔だから、大事じゃないとは言わないけど、それが決め手で本を買うってのはわからない。あんた、読み切ったら裁断してスキャナに取り込んで紙は処分しちゃうもんね。読むときは紙がいいんだけど、保存は電子媒体の方が場所を取らない。そして、裁断するのが申し訳なくて、写真集が買えない。紙やインクの匂いが好きって言ってたメンバーもたくさんいたね。それはわかる。乃木坂姉さんとこの子の間卒業していった松村さゆりがなぜか紙やインクの香りが好きな人がいるか答えてたよ。なんだって？シティ派なんだってさ。松村さゆり節が大炸裂だったんだね。ところで、田村ほのが言い出した図書室の見っけ。ってわかる？わかんなかった。Amazon で表紙を見たんだけど、ピンとこなかったんだよね。図書室なんて、行かなかったからな。私の子供の頃からあったのかな？次は3。斉藤冬香の会計トレイ。ね。土立てる雪や沢部優も言ってたけど、タモリクラブが好きそうな攻撃性の低そうな身近にある不思議な世界、だったね。マニアックのスタンダードやインパクト強めのことの後だからこそ、テレビ的には弱めだけど、細く深いジャンルが惚れたね。マニアックのスタンダードっておかしくない？まあいいや。斉藤冬香が本当に好きなんだろうなって微笑ましく思ったよ。それを会計トレイに求めるところは全くわからないけど、チクチクの触り心地がお気に入り度に関わるのだけは、共感できたよ。それにしても斉藤冬香が止まらなかったね。チクチクを触る手も止まらなかったしね。本当に好きなんだろうね。次は4。バックスメンバー企画のご褒美。ね。前回のカーリングでゲットした肉まんとフルーツサンドが登場したね。制服が可愛かったね。で、ケヤカケ以来の伝統であるこれは本物ですか？から井上里奈が前に出てきたね。これは本物ですか？から、それを食べちゃう技は MC の二人が使ってた技なんだけどね。井上里奈の食レポが見れるのかと思ったら、美味しいしか言わなかった。でも CM に使うなら完璧な笑顔でした。次は5。今回のベストショット。ね、森田ひかるのゲラ、会計トレイを勝手に並べる斉藤冬香、ご褒美を前にテレビを忘れる竹本結衣。森田ひかるのゲラは見てる方もゲラが発動しそうになるよね。無駄にお笑い体制が上がっちゃっている私としては、森田ひかるのゲラが羨ましいんだよね。テレワークになって1年、笑うことが減って、簡単なことでムカつくことが多くなっている気がする。どうにかして、お笑い体制を下げられないかなと思いながら、森田ひかるのゲラを見ている日々ですよ。斉藤冬香は話をしながら勝手に会計トレイを好きな順に並べてました。ずっと触ってたよね。どうしてもなくなっちゃった自転車屋のおじちゃんのやつ、は別格らしい。
好きなことを、仲間の前であんだけ話せるタイミングがあるのは幸せなことだね。楽屋で話し始めても誰も聞いてくれないだろうし、ニッチな世界だと、同志を探すのも難しいから、自分の話に付き合ってくれる人を探せることなんているのかな？男にはある。誰も聞いてくれない自分の好きなことを聞いてくれる人がいるからスナックやキャバクラに行くのだよ。ご褒美が出てきた時に竹本結衣が口開けてみてました。完全にテレビを忘れた顔してたね。いい顔してました。最後は6。気をつけたい今日のハブ水穂の世界。ね。何これ？番組の中盤で、上村里奈の話を受けて始まったハブ水穂の話がわけわかりませんでした。何の話が突然始まったのかわからなかったよね。私もよく注意されたし、今も気をつけないと同じことになっちゃう。よく言われるお前の中では繋がっているかもしれないけど、話したいことだけ話したらわけがわからない。ってことね、最近、会社の若手に同じようなことを注意したんだけど、私も気をつけなきゃなって思うよ。半年前に自分で書いたブログを読むと書いてある前提が不足してて、何が書いてあるかわからない。実は、このチャンネルの動画もそうよ。わかってる。そんな中途半端な動画を見てくださっている皆さんには感謝しかないです。見ていただきありがとうございます。見ていただきありがとうございます。さらにこのチャンネルは微妙でな。見てくださる方々は番組を見たって前提だから番組の内容を全て説明するのはおかしいし、冗長になっちゃう。でも、はしょりすぎていると、1ヶ月もすると、どのシーンのことを喋っているのかわからなくなる。さらに、私の今回のハブ水穂的な部分が出ると1週間経ってなくてもわけがわからなくなる。見てくださっている皆さん、見ていただき本当にありがとうございます。見ていただき本当にありがとうございます。で、今回のハブ水穂はもう一つ問題があってな。上村里奈の主題と、ハブ水穂の主題がずれてたんだ。だからさらに、カオスさが増していた。ハブ水穂をディスってんじゃないよね？そうじゃない。同じ属性を持っている人を見て、自分を顧みているだけだよ。上村里奈の主題は他人の赤ちゃん動画、なんだ。両つべで赤ちゃんの動画を見ているのが楽しいなんだ。それがハブ水穂の中では家族の観察、になっちゃった。動画内でも街中でもいいし、赤ちゃんじゃなくて家族全体になっちゃったんだ。だから映画館で見た家族がお花屋さんっぽい、になったと、他人の赤ちゃん動画、の話を家族の観察、の話と受け取っちゃったのは、ある程度仕方がない。人間、興味のある方向にしか脳みそは動かない。だけど、話は軽く背景を説明するところから始めなくちゃなぁと思うよ。5W1H ってやつ？本当はそうだけど、そんなにいらない。大体の話は、いつ、どこ、誰、を話せば、相手が汲み取ってくれる。話したいことの前に、いつ、どこ、誰、の話なんだけどと前振りするだけでいい。今回のハブ水穂の話で言えば、映画を見に行った時に、映画館で、家族連れ、の話なんだけど、と前置きすればいいと、ついつい忘れちゃうんだけどね。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。